はい、皆さんこんにちは。今日は石川県の金沢駅にやってきています。今僕は金沢駅の中でも鈴井門と呼ばれる、ある意味観光名所になっているような場所に来ています。そこで反対側を見るとすごいですよね。噴水を使った時計があったりということで、かなり面白いスポットとなっています。ただ今皆さんにご紹介した鈴井門、実は大昔からあった金沢の観光名所ではありません。これは2015年の北陸新幹線の開業によって作られたものとなっています。北陸新幹線が開業して、東京から1本でここの金沢にやってくることができるようになりまして、駅の周りっていうのもかなり栄えるようになりました。ただその一方で、とあるものは金沢から先には行かなくなってしまいました。さあ、ということで今回は皆さんにこの金沢駅ではないんですが、あと約2年で特急が全く来なくなってしまうっていう駅をご紹介していきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、ということで金沢駅の中の方に入ってきました。そう、金沢駅見てみますと新幹線乗り場と書かれていて、奥の方を見ると、そう、北陸新幹線、現在は右側にしか当時はついていませんが、富山東京方面と書かれていて、奥には東京行きの白鷹なんていうものもついています。その他在来線っていうのがあって、北陸線、七尾線、これは JR 西日本、下のところは IR 石川鉄道、さらに下のところに見ると特急列車が3つついていまして、大阪方面サンダーバード、名古屋方面白鷺、和倉温泉方面能登かがり火という3つの特急がついています。さあ、まずは今後のことというか、特急がなくなってしまう、そして一番大きくこの話題に関わっていく新幹線、これを一旦ホームに見に行ってみたいと思います。はい、ということで将来特急が来なくなる駅をご紹介するにあたって、まずこのお話に欠かすことができない新幹線のお話をしたいと思います。ということで金沢駅の新幹線のホームにやってきました。現状新幹線は今右側見えていますように東京です。金沢から折り返して東京に向かっていく、これが北陸新幹線の、なんて言うんでしょう、西の端っこというべき場所になっています。ただこれ見ていただきますと、新幹線これまだですね、左側にライトがついています。右側の列車は赤いライトなんですが、これはまだまだ左側に行きそうなんですね。で、じゃあどうなってるのってことで、少し線路を見てみますと、奥もうですね、線路がつながっています。はい、すごいですよね。まだこの先福井とかそちらの向こうに向かって新幹線の線路がもうあります。じゃあこれ今からもう金沢から奥に新幹線できてるのかって話なんですが、いや、そうではありません。はい、現在この北陸新幹線の車両っていうのは、金沢から左に行ったところに白山と呼ばれる基地がありまして、そこに新幹線を、まあ、置いておく基地があるんですが、しかし実際は北陸新幹線はあと2年で延伸をします。金沢から福井県の敦賀というところまで延伸をします。ですから今後は右から左に、つまり金沢駅は中間駅になります。じゃあ中間駅になるとどうなるのかで、金沢から敦賀はどうなっていくのか、ちょっと例に出せば、富山から金沢の間は今は特急は消えました。昔サンダーバード白鷺はありましたが消えてしまっています。これがヒントになるんですが、じゃあその先在来線の方に戻って特急列車で移動していきたいと思います。ということで新幹線を見てきました。新幹線が今後延伸していくんだなっていうのが分かったところで、次は金沢駅在来線の方を見てみたいと思います。今でこそこの金沢駅奥のところを見てみますと、特急列車到着時刻表なんていうのがありまして、1日にかなり多くの特急が様々な場所から来ていることがわかるかと思います。で、この左側のところ見ていただきますと、今は IR 石川鉄道と書いてあって、北陸線、実は昔はずっと北陸線続いていました。現在は金沢で分断をされていて、左側大阪方面には特急サンダーバードで特急が存在をしています。でも右側の方、富山方面ももちろんこれまでは北陸線でしたが、これが IR に変わって現在は富山とかといった方面に特急は消えております。右側のところを見ていただきますと、七尾線だけ特急列車が残っていて、和倉温泉行きのサンダーバードがあるよ、そういった雰囲気になっているわけです。
つまり富山方面は新幹線ができて特急が消えています。さあそんなヒントを得ながら、では続いてホームの中見ていきたいと思います。はい、で上に上がってくると奥のところで新幹線の乗り換え口があって、この先東京方面に行く場合、富山方面に行く場合、例えばさっき下のところで富山方面っていうのはもう各駅しかないよねって話はしましたが、よくよく見てみると新幹線が1時間に1本ぐらい、いや東京行きを含めたら30分に1本ぐらい富山方面に今も結んでくれているわけですが、でも在来線の方を見るとサンダーバード、白鷺、ダイナスターといった特急がありまして、ここから出ている、そういったものがわかるかと思います。ということで上に上がってきますと、金沢駅自体はそうめちゃめちゃ新しいかっていうとそうではなくって、結構昔から高架化をされています。駅の周りっていうのがかなり綺麗になったっていうポイントになっています。でもやっぱりこれ上上がってくるとサンダーバード自由席って書いてあって、白鷺やサンダーバード、さらにはここ左側を見てみますと列車の乗り場、乗車口案内ということで特急がたくさん入ってくるっていうのがわかるかと思います。はい、ということで駅名表を見ると右側が JR、 左側は私鉄のマークに変わっています。ですからあくまで西日本のフォントにはなっているんですが、ここで境界になっているっていうのがわかるかと思います。でやっぱり金沢駅ですから、大きい駅ですから12両の停止位置目標、ちょっと暗いな、反射していますが、がしっかりとついておりまして、で奥のところ、ただやっぱり奥のところ、この先っていうのはもうですね、基本的に IR の列車しか走らないように変わっている。ですからこの先に特急が昔は出発していた、まあ本当のことを言うとまだ金沢の車両区っていうのが奥の方にありますので、特急は右の方に出て行ったりはしますけれども、営業列車として出発はしない、これが金沢駅となっています。ではこれもやっぱり特急列車消えそうな駅ではあるんですが、本当に特急列車で守っていた場所から特急が消えるっていうところを今回ご紹介をしていくので、ここから次はサンダーバードに乗ってとある駅まで移動をしていきたいと思います。はい、ということで改めまして金沢駅、今度は13時20分発特急サンダーバード24号、京都方面大阪駅に乗車をしていきたいと思います。ちょうど右手側では金沢地区の一般的な JR の521系が止まっています。で特急が消える、それはこのサンダーバードの話にはなってはしますが、その話はまた目的地に到着をしてからにしましょう。どうやらこの列車は加賀温泉、あわら温泉、福井、武生ということで結構ゆっくり停車をしていくタイプということになっているようです。さあこの683系黒で青色の特急サンダーバード大阪行き、ではこれに乗車をしていきます。はい、でまずサンダーバードですが9両編成で運転をされていて、9両のうちの5、6、7というなぜか真ん中が自由席になっています。でやっぱり北陸新幹線とは異なっていまして、グリーン車こそ全座席にコンセントがついていますが、普通席は指定席であっても自由席であっても一番前と後ろのところだけにしかコンセントがない、そんな座席になっているようです。はい、では早速金沢駅を出発していきました。車内の方をやってまいりまして、この先サンダーバードを使って今回の目的地に向かっていくわけですが、その目的地まではまだ少し時間があります。せっかくなので左側、新幹線がこの先も続いていきます。2年後とは言うものの、実際今はその新幹線の状況がどうなっているのか、車内の方からも皆さんにお届けをしていきたいと思います。まあまず最初は先ほども白山という車庫があるよというお話をしたんですが、普通に新幹線綺麗に出来上がっていて、新幹線も走れるような状態の高架が続いていっています。さあ
あまずは新幹線の高架のお話をする前に、新幹線の前走っていた特急、まあ、この列車のご紹介をするっていうのもいずれ保存版になってしまうかもしれませんが、サンダーバードの車内をご紹介します。車内は全てグリーン車を除きまして 2+1 の配列になっています。座席のリクライニングカットはこれぐらいということになっていますので、正直新幹線よりはリクライニングは甘めとなっています。まあ、座席座りますと背面テーブルがついているのは普通の特急と同じです。この西日本特有のなぜか穴ぼこがついている、これ本当に何のためにあるのかよく分かっていないんですが、がついていて、肘掛けのところにも机がついている、まあ、これは JR 西日本の特急の標準型の座席となっています。足元はまあ特急列車新幹線とは異なりますが、結構前に伸ばすことができます。肘掛けも右側にもついていまして、ただやっぱりどこを見てもコンセントがないところは今の北陸新幹線 E7W7系との大きな違いとなっています。まあ、ただ窓は2つで1つということで結構大きめになっているのが特徴、また読書灯がついているっていうのも今の新幹線とは車内で異なっている部分なのではないかなと思われます。さあでは新幹線の話に戻っていきましょう。しばらくずっと高架がついていましたが、だいたい金沢を出て10分ぐらいすると高架が二手に分かれました。下側で降りていったところっていうのが、先ほど金沢駅でご紹介をしました現在現役の線路の、まあ、最西端と言うべきなんでしょうか、白山総合車両所という場所になっていて、北陸新幹線基本的には W7 系の車庫となっていて、もちろん E7 系が入ってきて次の列車のために折り返しをするよっていう形にもなっています。ですからここまでの距離だいたい10キロぐらいだったんですけれども、金沢からプラス10キロっていうのは現在も新幹線が走ってきている場所となっています。なお右のところ高架ができていると思います。この高架の部分っていうのはこの先約2年後に開業する北陸新幹線敦賀方面の高架となっていまして、本当の最初の時、このどの時に右側の敦賀方面ができているのかはわからないんですが、奥今ちょっと新幹線見えたかと思います。もう現在も先の方まで高架ができているよ、まあ、そんな様子っていうのを見ることができました。その後新幹線は基本的に車窓左手側で並走をしていきます。今これ見ていただきますと、架線柱がなぜか進行方向を向いている不思議な場所っていうのもありまして、なんか高架はどこもみんなできているんですけれども、架線柱の様子っていうのは場所によっては全然違う感じになっているようです。まあ時に右側に行きますが、また左側に入ってきてってことで、もし北陸新幹線の様子をがっつり見たいなっていう方がいらっしゃいましたら、進行方向左手側をお勧めしたいと思います。まあ、ここでも見ていただきますと、やっぱり高架はすごい綺麗なんですが、この部分は架線柱だけがポンと立っているけれども、さっきの場所と違って架線を実際に張ることができるような、なんか三角形みたいなものっていうのはついていないよねっていう感じになっていて、本当に場所ごとに違います。さて金沢を出て最初の延伸区間の駅は小松駅となります。左側のところを見ていただきますと、駅っぽいものがボコッと出ている、これが小松駅です。ただ今特急列車はこの小松駅は通過をしていきます。新幹線の駅はできているんですが、特急列車は通過をするということで、まあ、多分新幹線今後開業したとしても現段階でサンダーバードを通過をしてしまいますので、まあ、今後は比較的ゆっくりタイプ、名前は剣になるんでしょうか、しか止まらないような駅になるのかな。これがまず最初の駅、小松駅です。それでその後ですが、今度はですね、なんと金沢の方から完全に工事が行われているのかなって思いきや、そうではなくって、小松を出たところで架線がもう張れるような架線柱が立っているところもあってってことで、新幹線工事っていうのはなんか東の方からとか西側の方からとかっていうことで順々に進んでいくのかなと思いきや、そうでもないみたいで、実は真ん中のところはもうなんかまるで走れるようにっていうところにもなっていて、なんかすごく不思議な感じですね。はい、まあ、ここだと例えばまた三角形が前を向いているところがあったり、左側を向いているところがあったり、やっぱり何もないところがあったりっていうことで、さあ列車は小松の次の駅
加賀温泉駅に到着をします。左手側のところが新幹線の駅、まあ小松駅と雰囲気はあまり変わらない感じがします。さてこの駅なんですが、今回乗車をしているサンダーバード号も停車をします。結構乗られる方が多いなという印象でして、まあ、これであれば新幹線止まるのもありかなっていうところにはなると思うんですが、まあ、今後この加賀温泉駅っていうのが果たしてどういう風になっていくのかは正直新幹線の扱いですがわからないんですけれども、まあ、ただやっぱりサンダーバードのホームの方から見ていきますと、いや古い感じがしまして、まだなんか新幹線的な雰囲気じゃないような気がしました。左側でしっかりと新幹線の駅はできているんですが、それに合わせて在来線の駅の方が何か綺麗になっているよっていうことではなくって、昔の雰囲気のままなのかなっていう感じに思われます。まあ、ただそんな加賀温泉、なんだかほのぼのとしたような駅の名前ではあるんですが、左側のところまだ改札とかはできていませんが、しっかりと新幹線の駅の骨組みっていうのはできているような形です。まあこの広さからいくと加賀温泉駅は2面4線になっているのか、もしくは端っこで2面2線になっていて通過をできるような形になっているのかなっていうところで、まあ、この駅は今の北陸新幹線の名前がそのまま踏襲されるのであれば、輝きとかは通過をして白鷹剣あたりは止まるのかなっていう感じに思われます。また加賀温泉駅出たところでは左側のところで何か広いスペースが置いてありまして、これが工事関係者用のスペースなのか、果たして今後補線のための場所になっていくのかっていうのはわからないんですが、小松駅とはちょっと変わったような構造物っていうのが置いてありました。その後新幹線の高架の様子見てみますと、なんと高架の上のところで簡易トイレが置いてあったりとか、工事車両が一緒に並んでいるよっていう様子を見ることができまして、いやトイレを新幹線の線路の上に置くっていうのがなかなか斬新なんですが、まあ、こういったものっていうのは多分今後見られなくなってしまうので、ちょっと貴重なシーンかなと思われます。まあ、でもこの下のところよく見ますと本当に田んぼがいっぱい並んでいますので、なんていうか田んぼを潰したというべきなのか、埋め立てたのかなというべきなのか、いろんな下準備があったんだなっていうのを正直感じさせるような一面っていうのを北陸線の沿線では見ることができました。さてちょっと細い高架が見えて、さらにホームの構造、次はあわら温泉駅に到着です。このあわら温泉、今在来線のホームの屋根見ていただきましたでしょうか。真ん中がちょこっとへこんでいるような形になっておりまして、これ多分なんですが左側のところ新幹線の高架を作るために在来線のホームを一つ潰したのではないかなと思われます。右のところは2面になっていますが、こちらのところは1面だけになっていまして、新幹線を左側で作るために、まあ、在来線一つホームごめんねっていう形になっているのではないかなと思われます。まあ、ただそういう意味で言うと在来線のところは特に変化がなくってこれまで通り使われていくということなのかもしれません。また右のところ、先ほどの加賀温泉とは異なって新しい新幹線用の出口っていうのが作られている様子を見ることができました。今これ左側見ていただきますと白いちょんちょんが残っているので、やっぱりこの今サンダーバードが出発をしたホームっていうのは2線あったんだなっていうのを垣間見ることができました。あ、そうそう、やっぱりこのあわら温泉駅、駅に合わせて高架が膨らんでいませんので、多分この駅は2面2線になっていて、通過っていうのはまあホームの横を通過するタイプの駅になってるのかなと思われます。まあ駅のところできていますが、やっぱり河川中は全然違うよねっていうことになっているので、駅の近くはしっかり河川中というわけでもどうやらなさそうです。また工事を見ていると、左側のところ下から上に上がれるような謎のホームとか駅みたいな構造があります。これは実は工事中しか見ることができない簡易的な高架でして、上のところに、まあ、高架に持っていくための、まあ、トラックだったり、それこそさっきご紹介したトイレだったり、そういったものを運び上げるためのスロープみたいなものもありまして、まあ、こういったのは新幹線ができた後ではもう見ることができなくなりますので、まあ、かなり貴重なシーン、今でしか見ることがないシーンなのかなと思われます。さて今アナウンスが流れましたように、まもなく福井に到着、金沢からまだ1時間も経っていません。今回皆さんにご紹介したい特急が消えてしまうターミナル駅は福井駅です。
この福井サンダーバード最速立つタイプ含めて全ての列車が停車をします。ですから北陸新幹線延伸区間の中で一番特急がなくなるインパクトが強い駅は多分福井なんじゃないかなと思いまして、今回は福井駅をご紹介していきたいと思います。今下のところ越前鉄道福井鉄道の車庫がありまして、なぜかでかい車両の中に路面電車が置いてあったりということで、ちょっと不思議なところではあるんですが、それは今回の動画からは外しておきましょう。ということで福井駅、この列車は高架に上がっていきます。新幹線の高架も完璧に左側出来上がっていまして、この新幹線が出来上がれば全て特急列車が止まっていた福井駅からは特急は消えます。なぜかって言えば新幹線の福井は途中駅だからです。金沢駅は金沢から先が新幹線がないので特急列車来ましたよね。でも富山駅、県のターミナルなんですが、今特急は消えています。ですから富山駅と同じ末路とはちょっと言ってしまったらあれですけれども、富山駅と同じ運命をたどるのがこの福井駅ということなので、特急がいる今のうちに特急が消えてしまう、一体どうなっちゃうのかなっていうところと、この左側新幹線ができていると思いますが福井駅どうなってるのかな、そんなところを今回はご紹介をしていけたらなと思います。ということで左側重機とかも止まっていまして、九州新幹線、いや西九州新幹線武雄温泉みたいな雰囲気になっています。福井駅列車到着をしましたので降りていきたいと思います。はい、ということで金沢駅から約50分、福井県の県庁所在地である福井駅に到着をしました。なんかまたすごい味がある駅メロですね。金沢はなんかおことみたいな感じだったんですが、福井駅っていうのはなんかメロディーが流れまして、まずは乗ってきたサンダーバードがこの福井駅を出発していきます。今でこそこの683系、681系といった白鷺やサンダーバードしかこの福井駅に特急列車としてはやってくることありませんが、昔はそれこそ、同じような顔はしていますが、赤色のカラーリングをしたハクタカという車両だったりとか、あとは寝台特急です。日本海とかワイライトエクスプレスといった列車もこの福井にはやってきていました。急行の北国という列車もこの福井にはやってきていました。そんなことを話をできるぐらい福井っていうのは実は特急列車と歴史的には密接に関わりがあった駅となっています。ということで、特急列車が出発をしていきましたので、まずは福井駅の現状を見ていきたいと思います。ということで、まずこの端っこの方、大阪方面を見ていきましょう。この福井駅なんですが、1,2,3,4,5 なんですね。ホームだけ見るとなんだか2面4線に見えますが、どうも九頭竜湖の方に行く列車があるそうで、その列線のためになんていうか途中で切れているような切りかけっていうんでしょうかね、ちょっとすみません言葉が分かんなくて申し訳ないんですが、ホームになっていて5線になっています。でやっぱり特急列車がよく来るっていうのはもちろんのことで、右側を見るとサンダーバードって書かれているんですね。ですからさっき言ったように特急がジャカジャカと走ってくるような駅になっています。はい、ということで改めてここを見てみますと、敦賀大阪米原方面の時刻表がついていますが、この時刻表をまず見ていただきますと、1日の列車の中でなんていうかほとんど特急ばっかりなんですね。2個特急が走ったら1個普通列車みたいな、つまり名古屋方面の白鷺と大阪方面のサンダーバードが走って普通みたいな感じになっているんで、福井駅がいかに特急列車がいっぱい走ってるのかっていうのがわかるかと思います。あの列車の編成のところも9両のサンダーバードから12両のサンダーバードからっていうことで、本当に特急いっぱい出るんですね。で今列車はようやく出発をしていきますが、普通列車はだいたい1時間に1本ないし2本ぐらいとなっているようです。で今これ福井駅ですが、 JR の列車敦賀行きが出発をしていきましたが、完全に JR の駅なんですね。でここを見てみると、今左側で特急が来て右側で普通が来るっていう形になっています。よくよく考えると、普通列車は特急列車が普通を追い抜くって時に、だいたい左側は端っこに普通列車が止まっていて、特急列車が真ん中から抜いていくっていうのが一般的なパターンかと思うんですが、どうもこの福井駅っていうのは端っこから抜いていく構造になっているようです。
まあ奥の方を見てもなんか真ん中から抜けないのかとか真ん中が複雑なのかっていうと別にそういう構造では決してないんですが、どうも福井駅はそんな構造になっているということみたいです。さあではなんでこの福井駅から特急が消えるのか、これは今回金沢からこの福井までやってくるときに皆さんにご紹介していきましたように、そう北陸新幹線です。北陸新幹線この福井駅にも入ってくるわけです。北陸新幹線は2023年度末ですから24年の春にさっきの金沢からさっき普通列車が発車をしていった敦賀駅までが延伸されます。ちょうど今左側福井駅の新幹線ホーム実は作ってるんですよ。工事をしているような音がゴーとかガーとかっていう音がするんですが、これ今左端で見えているのがまだちょっとなかなかうまくは出来上がってはいませんが福井駅の新幹線ホームとなっています。ですからこの左側新幹線がもう完成して、あちょうどここはエスカレーターのなんか跡みたいなものも見えるんですが、これが完成して金沢から敦賀間新幹線できてしまいますと、現在の富山から金沢と同じようにこの区間は全て在来線が第三セクター化するというふうな話になっています。ですから今福井駅は1時間に2本こうやって特急列車が走っていきますが、新幹線も特急ですから新幹線が走って特急が走ってっていうことは基本的には起こり得ません。ですから1時間に2本走っていて、なおかつ1日にこんだけいっぱい特急列車が走っているこの福井駅から特急は全部消えてしまう、そんなことが予想されています。そうそう、まあ、こういった設備もやっぱり消えるわけで、上に特急の乗車口案内っていうのがついてるんですが、これも全部消えるんですよね。でこれちょっと驚いたのが、特急はいいんですが急行列車の乗車口って書いてありまして、急行って走ったっけって思うんですが、多分これは昔北国という急行列車が走っていた時の名残なんじゃないかなと思うんですが、そういった本当になんていうか歴史がある表示っていうのも消えてしまうようです。でまたちょっとこれ余談ですが、福井駅なんですけれども白鷺のこれ案内表示があって、なんか岐阜と尾張一宮、特にこの岐阜はわかるんですが、なんで名古屋方面じゃなくて尾張一宮方面なのかなっていう、ちょっとこれは僕は正直んっていう感じで、すごいローカルな名前が出ているのを発見することができました。駅のちょうど先端の方にやってきました。サンダーバードも12両編成っていうのがあるので、かなり福井駅長く取ってありますが、新幹線も E7 系 W7 系は12両編成です。ですから在来線よりもかなり長めなホームになっています。いや本当に今工事真っ最中っていう感じになるわけで、いや新幹線綺麗でこんだけね大きなものできますから、今後どうなっていくのかなってすごく楽しくなる一方で、やっぱりこの福井駅から特急ががっつり消えてしまいますので、なんかそれにちょっとした僕は寂しさも感じてしまうんですが、皆さんいかがでしょうか。で福井駅から奥のところっていうのは左側に高架が見えていますように、あくまで福井は途中駅ですから、この先敦賀までまだしばらく新幹線は続いていきます。でやっぱり構造のところもやっぱ真ん中のところ普通列車止まって左側から特急抜いていきますが、なんか端っこの方が構造としてはストレートっていうか、なんか無理のない構造になっているので、特急が端から抜いていくっていうのも、あ確かにっていう風にちょっと納得できるようなところがあります。で、まあ、今の新幹線のところの事情としては、富山から金沢間って、まあ、60キロぐらいなんですね。ですから普通列車を使ったとしても正直言って、まあ、我慢できるっちゃおかしいかもしれませんが OK な区間には感じるんですが、実際に金沢から敦賀っていうと正直結構100キロ以上になりますので、そこの区間から在来線特急が全部消えてしまう、そういった未来ちょっと大丈夫かなって若干そう思うところはあるんですが、これが福井駅の現在は敦賀方面になっています。少しホームの奥の方を見てみると、なんとライトがついているところがありまして、で手前のところなんかですね車みたいなものがおります。はい、どうやらもちろん新幹線では決してないんですが、これは車輪がついたトラックなのか、それとも普通のトラック、まだレールが引いてないのかわかんないんですが、不思議な特殊なオレンジの車両見えますでしょうか。はい、こんなものが入っていて、
新幹線の工事を進めています。レールなのかどうかちょっと分かったらよかったんですが、はい、なんかすごい連結をしていますね。何のための作業用の列車か分かんないんですけれども、こんなものが入ってきていて、工事を進めているということで、いやもうね、特急がいるかいないか分かんないぞっていうような在来線のホームの横では、今も着々とある意味特急を追い出すであろう新幹線の工事っていうのが進められています。どうなんですかね、一番奥の方にも来ていたんですが、なんか謎の連結器みたいなものがついております。以前、武雄温泉行った時も不思議な車みたいなものがいたんですが、あれは確かもう線路が引いてあるから、やっぱり線路がありますね。よく見ると普通のタイヤの前のところに車輪みたいなものが付いているので、これは機肉車というものだと思いますが、線路が引いてあるところに車が入ってきて、現在作業が行われていて、あ、この奥を見ると、はい、ということでしっかりと線路がもう敷かれておりました。いやー、新幹線あと2年後ですね、約2年後なんですが、もうすぐそこに迫っているかのような雰囲気です。はい、なんか不思議ですね。あそこの奥を見てみると、切り口車の手前のところに謎の車止めマークがついています。あのマークって車には使わないんで、そこからどういうことなんだろう、もしかしたら列車でも走ってくるのか、そんな雰囲気にもなっているんですが、とりあえずはこれ福井駅の工事がかなり進んでいて、今重機が入っている、そんな様子っていうのを実は福井駅の方から、 JR の在来線の方からチェックすることができました。ということで反対側のホームにもちょこっと来てみたんですが、やっぱり普通とかある中で謎の臨時の三角マークだったり丸マークがあるのは、これは一体何でしょうか、ちょっと気になりました。でこっちの方も同じく一番奥のところだけは九頭竜湖の方に行く列車ありますが、それ以外は端っこから特急が抜いていく、そんな構造が、こんな構造になっています。でここっていうのもやっぱりこれまでは富山駅っていう表示になっていたんですが、今は全てが金沢駅になっていて、さらにこの先2年後は全てがもう特急なしということになるわけで、いやー、この赤字の表記が全部消えるっていうのは正直想像はできません。まあでも 5,6 年前の富山駅と同じ状況なんじゃないかなとも言えるわけです。ですからここ全部 JR 西日本っていろいろ書いてあるんですが、 JR 西日本でもなくなります。そう、特急がなくなるっていうだけではなくって JR でもなくなるんですね。はい、新幹線に変わってしまうと並行在来線問題っていうのが出てきまして、そうなってくると実は新幹線だけが JR で、下のところは地元の会社みたいなものに変わっていくと、そういう話にもなっていきます。はい、それでこちら側が金沢駅方面です。で真ん中のところが新幹線、奥のところは越前鉄道という風になっているんですが、越前鉄道のところもちろん架線引かれています。でも真ん中のところ福井駅新幹線のところっていうのは駅の部分には架線がなくて、奥のところちょこっと分かりますかね、奥のところに架線が来ている、架線じゃないですね、架線柱が来ている、そういった状況になっています。はい、ということで、ホームのご紹介はこんな感じでしょうか。はい、今後ここからは特急が消える、これが福井駅のホームのご紹介となっています。はい、で下の方にやってきますと、ここに発車表があったり北陸線って書いてあるんですが、京都大阪米原方面、もう北陸線って呼び名も今後変わっていきます。やりかはサンダーバード白鷺の文字入っていまして、この表示のところ白鷺、サンダーバード白鷺特急列車は中心になっています。普通列車はかなり少なくなっていますが、この赤色の表示が全部消えるんですね。北陸本線の名前とともに消える、なんかどうなんですかね、全然ちょっと想像はできません。はい、でなんかここは恐竜さんの街とかみたいで、恐竜のなんかモニュメントとかも置かれていました。反対側も北陸線金沢方面でサンダーバード白鷺ダイナスターと書いてあります。はい、ということで開発の方を出てくると、いや日本旅行とかがあって、開発も自動開発がしっかりと入っていて、右側には緑の券売機だったり緑の窓口だったりがありますので、いや完全に JR 向きというか、JR があってこその駅みたいな雰囲気にはなっているんですよね。いや本当にここから JR が消えるっていう想像が全くつかないんですよね。
で新幹線がじゃああったかはどうなってるのかなって思いまして、これ見に来ていますと新幹線特にまだ表示はありません。新幹線のところに何か入れるとかいったそういったものもないようです。でもあっちの広場気になりますのでちょっと行ってみたいと思います。あ、そうするとここに書いてありますね、北陸新幹線の福井駅の、まあ、未来みたいなものが書かれていて、コンコースとかっていうのも今の雰囲気からは変わるみたいです。まあなんですかね、なんか特に言ってこれといってなんかすごいものがあるかっていうとこういうわけではなさそうなんですが、現在工事が行われているよっていうのがあって、あ、73% 進んでいるみたいですね。あ、ちょうどここですね。はい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 、これ工事の中ですね。将来的には多分見えなくなる駅の中の雰囲気ですが、かなり工事をやっていて今しか見えない光景っていうのがここでは見ることができます。はい、内側もですね、はい、まだなんか駅ですっていう綺麗な様子にはなっていないですね。で奥の方から越前鉄道の方に移動していく、そんな流れになっているようです。いや、上のところもなんか木になっていて仮通路みたいになっているんで、なんかすごい不思議な感じがします。はい、で奥の方にやってきますと皆さん振り向いています。見てください、なんともうしっかりと福井駅って書いてあって、新幹線のもうなんか駅が出来上がってるんですね。中のところ全然新幹線感なかったんですが、外だけはもう福井駅っていう風に書かれていて完全に綺麗な形で存在をしています。でちょうど右のところからは越前鉄道の福井駅っていうのがあって、ここから越前鉄道に乗ることができるってことで、いや思いのほか中とは違って外はかなり綺麗に出来上がっている、これが福井駅の新幹線側の入り口となっています。ちなみに越前鉄道の福井駅から少し見てみたんですが、この越前鉄道の駅もう高架になっていてかなり綺麗なんですね。将来的な新幹線のことも考えているんでしょうか。でなんと右側を見ると新幹線のところ見ることができました。はい、奥のところ架線ないんですがレールがもうちゃんと敷設されています。はい、JR の方からはなかなか見ることができなかったんですが、越前鉄道の方からは北陸新幹線がもう線路が引いてある様子、そんなものも見ることができました。はい、ということで福井駅のこれは西口になるんでしょうか、もう一つの出口の方にやってきました。ちょうどここにはバスのプールがあって、奥のところなんと福井駅にも路面電車がありまして、この列車行き先が越前武生というんですが、さっきの北陸新幹線も越前武生っていう駅があったりするようです。その駅は単独、新幹線単独の駅みたいです。さあということで今回はあと2年で特急が消える駅福井駅っていうのを北陸新幹線と絡めて金沢からご紹介してきました。完全に特急の雰囲気、なおかつ福井県庁所在地です。ここから新幹線ができてまた新しい形に変わるんですが、なんていうか特急が消える、正直今でも想像がつきません。あ、でも今後2年の間で大きな変化を遂げるこの福井駅と北陸新幹線、今後がどうなっていくのか非常に気になるところです。何かまたチャンスがありましたらこの福井の方にもやってきて、新幹線と福井がどういう風に変わっていくのかをご紹介していけたらなと思います。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。